死んだか。役にも立たない無能どもめ。地獄の果てまで追いかけて、必ずお前の首に刃を振る。忌々しいガキめ、いずれ始末してやる。さあ、行こうか、禰豆子。でも、次はどこに行けばいいんだろう。かまど炭治郎、新しい任務を伝える。浅草より南南東に鬼の住む屋敷あり。潜入してこれを撃て。鬼の住む屋敷。あれを…頼むよ。頼む頼む頼む、結婚してくれ。いつ死ぬかわからないんだ俺は。だから結婚してほしいというわけで。なんなんだ一体。うん、そうか、わかった、なんとかするから。頼むよ、俺には君しかいないんだ。助けてくれ、結婚してくれ、お願い。何やってるんだ道の真ん中で。その子は嫌がっているだろう。そしてスズメを困らせるな。あ、大福、お前は最終殲滅の時の、お前みたいな奴は知人に存在しない。知らん。あっただろうが、あっただろうが、お前の問題だよ、記憶力の差。さあ、もう大丈夫です。安心して家へ帰ってください。はい、ありがとうございます。おい、お前邪魔すんじゃねえよ。その子は俺と結婚するんだ。俺のこと好きなんだから。いつ私があなたを好きだと言いましたか。具合が悪そうに道端でうずくまっていたから声をかけただけでしょ。俺のこと好きだから心配して声かけてくれたんじゃないの。私には結婚を約束した人がいますので絶対ありえません。それだけ元気なら大丈夫ですね。さようなら。待て、お前もうやめろ。なんで邪魔するんだ。お前には関係ないだろ。なんなんだよその顔。やめろ。なんでそんな別の生き物見るような目で俺を見てんだ。お前責任取れよ。お前のせいで結婚できなかったんだから。なんか喋れよ。いいか、俺はもうすぐ死ぬ。次の仕事でだ。俺はな、ものすごく弱いんだぜ。なめるなよ。俺が結婚できるまでお前は俺を守れよな。俺の名はかまど炭治郎だ。そうかい、ごめんなさいね。俺は吾妻善逸だよ。助けてくれよ炭治郎。助けてくれってなんだ。なんで善逸は剣士になったんだ。なんでそんなに恥をさらすんだ。言い方ひどいだろ。女に騙されて借金したんだよ。借金を肩代わりしてくれたジジイが育てだったの。毎日毎日地獄の鍛錬だよ。死んだ方がマシだってくらいの。最終選別で死ねると思ったのにさ、運よく生き残るから未だに地獄の日々だぜ。ああ、怖い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 。きっともうすぐ鬼に食われて死ぬんだ。
生きたまま耳から脳髄を吸われて。いやーいやー助けてどうしたんだ、大丈夫か。あひあひ鬼が怖いっていう善逸の気持ちもわかるが、スズメを困らせたらダメだ。え、困ってた？スズメ？なんでわかるんだ？いや、善逸がずっとそんな風で仕事に行きたがらないし、女の子にすぐちょっかい出す上にいびきもうるさくて困ってるって言ってるぞ。ちっ、言ってんの？鳥の言葉がわかるのかよ。うん。嘘だろ、俺を騙そうとしてるだろ。かー、駆け足駆け足、炭治郎善逸走れ、共に向かえ次の場所まで、走れ走れ炭治郎善逸。ギャー、カラスが喋ってる。さあ急ごうか。なんでそんなに冷静なんだよ。善逸も南南東の屋敷に向かうところだったんだな。ああ、俺たち共同で仕事するのかな。きっとそうだ、よろしくな。炭治郎はさ、カラスが喋ってることに疑問とか抱かないわけ？最初は驚いたけど、今は慣れたかな。なんで慣れるんだよ、カラスが喋ってんだぞ、おかしいだろ。でも話ができるって便利じゃないか、善逸もすぐになれるよ。そういう問題じゃねえよ。屋敷だ。ここが任務の場所なのか。ん？子供だ。どうしたんだろう。君たち、こんなところで何してるんだ。俺はかまど炭治郎。こっちは吾妻善逸。君たち、名前は？正一と、てる子。正一とてる子か。いい名前だ。教えてくれ。何かあったのか。ここは、二人の家？違う。ここは、化け物の、家だ。清兄ちゃんが連れて行かれた。夜道を歩いていたら、見たこともない化け物が現れて、俺たちには目もくれないで、兄ちゃんだけこの家に入ったんだな。うん、二人で後をつけたのか。偉いぞ、頑張ったな。兄ちゃんの血の跡をたどったんだ、怪我したから。怪我？大丈夫だ、俺たちが悪い奴を倒して兄ちゃんを助ける。本当に？うん、きっと。炭治郎、なあ、この音何なんだ。気持ち悪い音、ずっと聞こえる。鼓か、これ。音なんて。鬼の声、屋敷の主か。善逸、行こう。でも今助けられるのは俺と善逸だけだ。
そうか、わかった。いやなんだよ、なんでそんなアンニャみたいな顔すんだよ。行くよ。無理強いするつもりはない。もしもの時のためにこの箱を置いていく。何かあっても二人を守ってくれるから。じゃあ行ってくる。いくつもの鬼の匂い。一人だけじゃない。屋敷の中に複数の鬼がいる。炭治郎、な炭治郎、守ってくれるよな。俺を守ってくれるよな。善逸、ちょっと申し訳ないが、前の戦いで俺はあばらと足が折れている。そしてまだそれが完治していない。だから、何折ってんだよ骨。折るんじゃないよ骨。折れてる炭治郎じゃ俺を守りきれないぜ。死んじまうぞ。どうすんだどうすんだ。死ぬよこれ。死ぬ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 。善逸、静かにするんだ。お前は大丈夫だ。休めはよせよ。違うんだ、俺にはわかる。善逸はダメだ。いや、入ってきたらダメだ。お兄ちゃん、あの箱カリカリ音がして怖い。だからって置いてこられたら切ないぞ。あれは俺の命よりも大切なものなのに。いやあ、ごめん、尻が。部屋が変わった。いや、俺たちが移動したのか。鼓の音に合わせて。お兄ちゃんと離れ離れにしてごめんな。でも、俺が必ず守るから。お兄ちゃんのことも、善逸が守るよ。大丈夫。うん。さあ、行こう。俺についてくるんだよ。奥から異様な匂いがする。髪からかすかに鬼の匂いがする。屋敷の中のものを移動させる。これが屋敷の主の決起術か。鬼の匂いが強くなったぞ。匂いの濃さが強くなった。近づいてる。鬼の匂いが強くなったぞ。
く。怖いか？うん、大丈夫。よし。匂いの濃さが強くなった。近づいてる。大丈夫だから離れないようにな。うん。小さい体で恐怖と戦っている強い子だ、テルコ。いくつかの匂いの中でもこの屋敷に染みついたきつい匂いだ。かなり人を食ってる。こいつがこの屋敷の主。あいつらさえ、あいつらさえ邪魔しなければ忌々しいこの境外の縄張りで勝手な振る舞いを。おいお前、俺は鬼殺隊階級水の塔浜の炭治郎だ。今からお前を斬る。俺が見つけたマレチの子供なのに。テリコ、畳が側面にある。部屋が回転したんだ。これがこの鬼の血気術。屋敷すべてが鬼の縄張り。なんだ、妙な匂いが迫ってくる。虫め、右回転、消え失せろ。左回転、虫め、虫けらどもめ。だんだん分かってきたぞ。また部屋が変わった。でもどういうことだ。さっきのあの鬼は鼓を打っていないぞ。この屋敷は複数の鬼の匂いがする。別の鬼も鼓を持っているのか。大丈夫だから、俺の後ろにいるんだよ。うん。いくつもの鬼の匂い。集中しろ。匂いを見失うな。匂いをたどって今度こそ倒せ。この匂いはまだ匂いが新しい。ついさっき通ったばかりだ。それにテルコの兄ちゃんの匂いもする。よかった、二人一緒だぞ。善逸といるなら一安心だ。善逸って黄色の髪の？ああ、屋敷の前で泣き叫んでた人？ああ。大丈夫なのかな？大丈夫。善逸はああ見えてすごいんだ。俺は匂いでわかるから、
だって善逸は。死ぬ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 死んでしまうぞ。これは死ぬ。炭治郎と離れちゃった。テルコ、テルコ、ダメダメダメ、大声出したらダメ。大声出して悪い奴に聞かれたら大変だよ。ちょっと外に出よう。なんで外に。自分だけ助かろうとしてるんですか。死ぬとかそういうことずっと言って恥ずかしくないですか。年下にすがりついて情けないと思わないんですか。あなたの腰の刀は一体何のためにあるんですか。すごい切れ味の言葉が。ネズミ、急に出てくるなよ。本当頼むから。落ち着いてください。善逸さん、今ふすまが、勝手にふすまが閉まったよね。ねえ、誰もいないんでしょ。いないの。それはそれで怖いのよ。ああダメだ、この人。俺がしっかりしなくちゃ。ただ大群じゃないの。何かの予兆なの。死ぬ死ぬ死ぬ、間違いないじゃない。絶対死んじゃうんだ。誰か助けて。この人は本当にあの人の仲間なのかな。なんというか違うんだよな、安心感が。すみません、善逸さん。キャー！ウォー！ウォー！合図をしてくれよ。話しかけるなら急に来ないでくれよ。心臓が口から丸み出るところだった。すみません。そうなっていたらまさしくお前は人殺しだったぞ。わかるか。ただちょっと汗、息、震えがひどすぎて。なんだよ、俺は精一杯頑張ってるだろ。いや申し訳ないんですけど、俺も不安になってくるので。いやだ、ごめんね。でもなあんまり喋ったりしてると鬼とかにほら見つかるかもだろ。だから極力静かにした方がいいって思うの。俺はどう？はあ、子供だ、舌触りが良さそうだ。ほらごらん、出たじゃない、出たじゃない。善逸さん立って。膝に来てる。恐怖が8割膝に。おお、俺のことは置いていけ。逃げるんだ。そんなことはできない。なんていい子なんだ。こんな怯えた音になってるのに俺が何とかしなくちゃ。俺が守ってあげないとかわいそうだろ。去年が一桁とかあんまりだぞ。でも俺はすごく弱いんだよ。守ってあげられる力がないの。だってでも俺が守ってあげなきゃ。お前の脳髄を耳からじるりと吸ってやるぞ。善逸さん
寝ている。善逸さん？一戦ことなの？何か言った？いや、何でもない。行きましょうか。うん。ダメだ。善逸たちの匂いが途切れて追えない。きっと鼓で移動させられたんだな。お兄ちゃんどこにいるんだろう。わからないけど、善逸たちとは違う。この匂い、嗅いだ覚えがある。これはあの男だ。鼓の鬼と向かい合ってた時に乱入してきた剣士。また飛ばされた。3日前からずっとこんな調子だ、畜生。
こんな狭っ苦しい建物の中を進むのは得意じゃねえんだよ俺は。ちょとつ申し、ちょとつ申し、何でもいいから出てきやがれ。どんな奴が現れても俺の餌食になるだけだ。誰でもいいからかかってきやがれ。ほう、これは生きのいい人間が来たものだ。屍を晒して俺の踏み台となる。正面から向かってくるとはいい度胸。善逸の匂いもイノシシの匂いも感じなくなってしまった。鼓の鬼のいる方向は大体わかる。でも鼓のせいでなかなか先に進めない。あっ、鼓の音、また場所を変えられた。ん、これは人間の匂いだ。イノシシとは違う。怪我をしてるのか。血の匂いがする。でもこの匂いはちょっと今まで嗅いだことがない。うん、怖い、怖いよ。大丈夫だ、俺がついてる。俺が絶対に守るから。この匂いはもしかしたら。急ごう。ここだ。血の匂いはここから漂ってきてる。キヨシ兄ちゃん。あ、その人は。俺はかまど炭治郎。悪い鬼を倒しに来た。さあ、傷を見せて。一人でよく頑張ったな。ここで何があったか
話せるか。あ、化け物にさらわれて、食われそうになった。そしたらどこからか別の化け物が来て、殺し合いをし始めた。誰が俺を食うかって。それで体から鼓が生えているやつ、あいつが他のやつにやられた時この鼓を落としたから、それを拾って叩いたら部屋が変わって、なんとか今まで。鼓が生えているやつ、あいつか。あいつはマレチ、そんなことを言ってたが。そうだ、そう、俺のことをマレチって呼ぶんだ。かー、マレチとは珍しき血の持ち主である。あ、お前も屋敷に入ってきてたのか。生き物の血には種類、系統がある。マレチの中でもさらに数少ないもの。珍しき血であればあるほど鬼にはそのマレチ一人で50人、100人人を食ったのと同じくらいの栄養がある。マレチは鬼のごちそうだ、大好物だ。俺はこの部屋を出る。落ち着いて、大丈夫だ。鬼を倒しに行ってくるから。いいか、テルコ、兄ちゃんは今本当に疲れているから、テルコが助けてやるんだぞ。俺が部屋を出たらすぐ鼓を打って移動しろ。今までキヨシがしてきたように、誰かが戸を開けようとしたり物音がしたら間髪を入れずに鼓を打って逃げるんだ。俺は必ず迎えに来る。二人の匂いをたどって、戸を開けるときは名前を呼ぶから、もう少しだけ頑張るんだ。できるな。偉い、強いな。行ってくる。叩いてくれ。強烈な匂い、鼓の鬼近いぞ。被害者を増やさないためにも鼓の鬼を撃つ。大丈夫、俺ならできる。よし、匂い間違いない、鼓の鬼がここにいる。いった。珠代さんに手当てをしてもらっているが、怪我は完治してない。その怪我が痛くて痛くてたまらない。俺はもう本当にずっと我慢してた。善逸を女の子から引き剥がした時も、声を張った時も、すごい痛いのを我慢してた。俺は長男だから我慢できたけど、次男だったら我慢できなかった。大丈夫だ、助
炭治郎、自分を信じろ。俺は長男なんだから。もう目の前だ。マレッチ、マレッチ、あれさえ食えば50人、いや100人分、マレッチの人間をもっと探して食うのだ。そうしたら詳細はまた十二気づきに戻れる。見つけたぞ、進みの鬼。虫けらが何度も何度も鬱陶しいぞ。足がもつれたら俺は輪切りだ。よそ様の家に土足で上がり込みを。やつに裂かれて後悔しろ、虫けら。行くぞ。最初に戦った時に気づいた。右肩の鼓は右回転、左は左回転。水の呼吸、銃の肩、セーテールキャン。あの鬼の爪のような跡がつく攻撃、あれが怖くて向こうに近づけない。しぶとい虫が逃げ回りおって、くそ、いまいましい。早くマレチを食わねばならんというのに。焦るな、まっすぐに前を向け、己を鼓舞しろ。頑張れ炭治郎、頑張れ。俺は今までよくやってきた。俺はできるやつだ。そして今日もこれからも折れていても、俺がくじけることは絶対にない。小生はマレチを得て十二気づきに戻るのだ。消えろ虫けら。強いのだ。もう一度、俺は絶対に諦めない。
らわせるものか。小生の鼓の爪を。小生の鼓が見切られている。水の呼吸、苦の型、水流しぶき、ラン。水はどんな形にもなれる。見えた、月の糸。君の決起術はすごかった。小僧、答えろ。小生の決起術はすごいか。すごかった。でも人を殺したことは許さない。そうか。そうだ、血を取らなきゃ。こんなの作って由四郎さんは器用だ。あ、猫。あ、君が珠代さんのところへ届けてくれるんだな。よしよし、ありがとう。これでよし。じゃあ気をつけて。おお。由四郎さんの術で泣くまで人の目には見えず、もう一度泣くとまた姿を消すとは聞いてたけど。成仏してください。テル子たちを探さないと。キヨシ、テル子、炭治郎さん、よく頑張ったぞ。さ、外に出よう。足は大丈夫か？はい。あ、善逸と正一の匂いがする。外に出てるな。二人とも無事。血の匂いだ。どけ！刀を抜いて戦え、この弱味噌が。炭治郎、俺守ったよ。お前がこれ命より大事なものだって言ってたから。これ以上俺の邪魔をするならお前ごと箱を串刺しにしてやる。やめろ。ああ。うわあ、音、頭骨割れてない？あ、ん？え？女？え？顔？なんだこら。俺の顔に文句でもあんのか？君の顔に文句はない。こじんまりしていて色白でいいんじゃないかと思う。殺すぞてめえ。かかってこい。ダメだ、もうかかっていかない。おいてこっぱち、俺の名を教えてやる。橋平伊之助だ、覚えておけ。どういう字を書くんだ。俺は読み書きができねえんだよ。名前はふんどしに書いてあるけど。うっ、倒れた。多分脳震盪だ。俺が力いっぱい頭突きしたから。怖っ。炭治郎、頭から血も出てないし、どんだけ頭固いんだ。本当にありがとうございました。
家までは自分たちで帰れます。ありがとう炭治郎さん。ありがとうございました炭治郎さん。善一さんもありがとうございました。翔一くん、俺を置いて行っちゃうのかい。ダメだダメだダメだ、翔一くんは行っちゃダメだ。翔一くんは強いんだ、翔一くんに俺を守ってもらうんだ。翔一くんは嫌がってるだろう。俺を放っていかないで。いい加減にしろ。気をつけて。はい。うっ、起きた。勝負勝負。おい、どこ行く。山を降りるんだよ。まだ勝負は終わってねえだ。疲れてるだろ、いいから降りるぞ。はぁ、俺は疲れてねえ、勝負だ。こらぁ、山を降りろ、山を降りろ、かーさあ、ついてこい、この私に、かーかー。ほら、春日井ガラスもああ言ってるぞ。知るか、こいやデコッパじゃ。藤の花の家紋。かー、休息休息。負傷につき完治するまで休息せよ。藤の花の家紋の家は前に鬼狩りに命を救われた一族。鬼狩りであれば無償で尽くす。え、休んでいいのか。俺今回怪我したまま鬼と戦ったけど。ケケケケケケって。すみません、あの、すみません。はい。あ、夜分に申し訳ありません。鬼狩り様でございますね。どうぞ。三人ともあばらが折れてるとはな。あばらよりコブがいて。ごめん。お前、俺に謝れよな。痛かったんだぞ。ボカスカボカスカ叩きやがって。謝れ。断る。謝れよ。断る。俺は慣れ合うために入隊したんじゃねえんだよ。じゃあ伊之助はどうして鬼殺隊に入ったんだ。ああ、何かきっかけはあるんだろ。鬼殺隊の隊員ってやつが俺の山の中に来やがったから、力比べして刀を奪ってやった。そしたら最終選別ってのがあることや、鬼の存在について聞いてよ。それで伊之助は鬼殺隊に入ったのか。っていうか伊之助も俺と同じ山育ちなんだな。お前と一緒にすんなよ。俺には親も兄弟もいねえぜ。他の生き物との力比べだけが俺の唯一の楽しみだ。そうかそうか。炭治郎、誰も聞かないから俺が聞くけどさ、鬼を連れているのはどういうことなんだ。善逸、分かっててかばってくれたんだな。善逸は本当にいいやつだな。ありがとう。
お前、そんな褒めても仕方ねえぞ。俺は鼻が利くんだ。最初から分かってたよ。善逸が優しいのも強いのも。いや、強くはねえよ。ふざけんなよ。お前が翔一くんを連れてくの邪魔したのは許してねえぞ。出てこようとしてる、出てこようとしてる。大丈夫だ。出たー。ん？は？善逸、禰豆子は俺の。あっ！炭治郎、お前。お前、いいご身分だな。え？こんな可愛い女の子連れて毎日ウキ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 旅してたんだな。俺の長靴たちを返せよ。俺はな、お前が毎日あのウフフで女の子とイチャつくために頑張ったわけじゃない。そんなことのために俺は変なイノシシに殴られ蹴られたのか。善逸、落ち着け。どうしたんだ急に。鬼殺隊はな、お遊び気分で入るところじゃねえ。お前のようなやつは粛清だよ、速食さ。そういや、俺の結婚を邪魔した罪と松竹を返した罪もあったな。速食さ、殺隊よ、舐めるんじゃねえ。お前だけだ。わっ、善逸やめろ。殺隊を舐めるさ、地獄行きだ。恨めしや。その後、夜遅くまで俺は善逸に責められた。何度も何度も。善逸、待ってくれ。何を言ってるのか俺にはわからないぞ。ああ、そうだろう、その、お前のようなやからに俺の気持ちは一生わからないだろうよ。返せ、結婚相手の女の子を返せ。俺の翔一君を返せよ。とにかく落ち着け。何をそんなに怒ってるんだ。お前の不実さに怒ってるんだ。そしてようやく善逸の興奮が収まって、みんなが寝静まった深夜、俺は骨折と疲労の蓄積から少し熱を出した。父さんは体が弱いのに、どうしてあんな雪の中で長い間舞いを舞えるの？息の仕方があるんだよ。どれだけ動いても疲れない息の仕方。禰豆子、汗をかいてる。そうか、熱が出て。それでありがとう。俺が心配で見てくれてたんだな。うん。それにしても懐かしい夢だった。父さんがやっていた神楽、流れるように美しい舞。父さんの言葉。禰豆子ちゃん。
善逸、いい加減にしないか。たんじろう。ねずこちゃんは炭治郎の妹、ねずこちゃんの兄が炭治郎。仲良くしよう、炭治郎。善逸、頼むからくっついてこないでくれ。そんなこと言うなよ、炭治郎。腹減った。失礼いたします。今日のお湯気は何にいたしましょう。天ぷらはいかがですか。そう、衣のついたあれでございます。かまど炭治郎、あが妻善逸、はしびら伊之助、次なる任務を伝える。心して聞け。次の任務は北北東、北北東、北北東。明日の朝、三人でなた雲山に向かえ。なた雲山に向かえ。うえ、せっかく傷が治ったのに。よっしゃ、任せろ。なた雲山、初めて聞く場所だ。いかがされましたか。今動かすことのできる柱は義勇様と忍様のお二方です。その二人をここに。かしこまりました。思っていた以上の戦いになるかもしれない。どうか気をつけておくれ。